ビチャビチャカーテンでした。押しなさいちゃんと。ぐるぐるカーテンでデビューしまして、あれ6枚目のシングル、はい、爆笑トーク違う、あれガールズルールです。あ、ガールズルールでしたっけ、はい、あ、ごめんなさい、似てるんで間違えちゃった。初めてアルバムもやっと出させてもらえたので。何でした、変な色でしたっけ。透明です。すいません。18枚目のシングルね、タイトルが、うん、ぬくみず。陽一惜しくもなんともねえわ。ハゲた人だわ。ハゲた人だわ。20枚目のシングルが、シンクロの選手。違う。シンクロナイズドスイミング、これでやるわけです。ということでですね、21枚目、はい、アスカちゃんね、うん、センター曲、耳鼻科へ行こうです。耳が中耳炎になっちゃったから違う、ね、自己中で行こう、自己中で行こう。22枚目、11月の14日発売の、帰り道犬のうんこ踏んじゃったっていう。5月29日発売予定の23枚目シングル「死んだ後」。あ、ごめん、響きで覚えちゃってたから。死んだ後、死んだ後、シングアウトでしたっけ。約半年後の選抜発表で、うん、ヨナがいきなりセンターにバッと、あれか、バネッサね。バネッサバネッサって何だっけ。バネッサって何だっけ。バレッサはなんとかだろうって言いたい。バレッサね、バレッサが何かが分かんないなんか聞いたことある、ヒット祈願企画ですけど、もう9月の4日にこれはもう発売してるんです、ね、していますね。夜明けまで飲んでたら靴が片一方なくなっちゃったけど別にいい。今回長いんだよね。もう酔った時って本当そうなんだよね。ないよね。1月の27日発売、うん、山下がねセンター、僕はおにぎりを好きなんだな。山下清、山下清さんですね、それはね。あ、山下違い、山下違いになってましたね。あ、そう、僕は僕を好きになるですか。